6世紀以降、ビザンツ帝国とササン朝との争いが激化すると、ユーラシア大陸の東西交易にも多大な影響を及ぼし、従来のルートに代わり航海経由のルートが盛んに利用されるようになりました。その結果、アラビア半島西側のヒジャーズ地方にあたるメッカ、メディナが中継貿易地として発展するに至ります。そうしたメッカに6世紀後半、ムハンマドが生まれました。彼は経済の発展に伴い吹き出した様々な社会矛盾に心を痛め、唯一全能の神アッラーの前の絶対的な平等を根底に置くイスラームを創始しました。ムハンマドは当時のアラブ人の宗教であった多神教と偶像崇拝が人々の精神を堕落させると考え、これを鋭く排撃する厳格な一神教であるイスラーム教を唱えました。しかしメッカの大商人たちの迫害を受けたムハンマドとその信者たちは北部のメディナに逃れ、その地で教団を組織しました。ムハンマドの死後、正統カリフの時代が続きますが、その間にアラブ人はアッラーの教えを広めるために征服を始め、シリア、パレスチナ、エジプトをビザンツ帝国から奪い、651年にはササン朝ペルシャを滅ぼしてその領土を支配下に置きます。しかしその間に教団内部で対立が起こり、第4代カリフのアリーが暗殺されると、シリアの総督ムアービアはダマスクスを都としてウマイヤ朝を起こしました。ウマイヤ朝は征服を再開し、東方ではソグディアナと震動、西方では北アフリカを征服し、やがてイベリア半島に進出して西ゴート王国を滅ぼしました。その後さらにフランク王国にも侵入しますが、トゥール・ポワティエ間の戦いで敗れ、ピレネー山脈の南に散り溶きます。ウマイヤ朝はアラブ人中心主義をとって異民族の改宗者を差別したため、各地に不満が起こり、またアラブ人の中にもウマイヤ朝の政策を批判する者が出てきます。ムハンマドの叔父アッバースの子孫はウマイヤ朝を倒してアッバース朝を起こし、さらに新都バグダードが建設されました。一方ウマイヤ朝の一族はイベリア半島に移り、コルドバに都を定めて古ウマイヤ朝を作りました。ムハンマドの死後、イスラム教徒は共同体の指導者としてアブーバクルをカリフに選出しました。これ以後内紛はあったものの、第4代のアリーまでは有力信徒同士の選挙でカリフが決められました。第4代アリーまでを正統カリフと呼びます。アラビア半島を統一したムスリムはカリフらのもと半島外への拡大を開始しました。東方ではニハーバンドの戦いでホスロー1世の死後衰えていたササン朝ペルシャを破り、西方ではシリアとエジプトをビザンツ帝国から奪いました。こうした征服活動はイスラム教の教えを広めるためのものであるとともに、産物に乏しいアラビア半島からより豊かな地域への人口移動でもありました。征服地には軍事・行政の拠点として軍営都市が建設されました。ムハンマドの娘婿であった第4代カリフのアリーが暗殺されると、シリア総督の地位にあったムアービアがカリフを名乗り、661年にダマスクスを拠点にウマイヤ朝を開きました。しかし彼をカリフと認めず、アリーとその子孫だけがカリフを継ぐ権利があると主張した一派はシーア派と呼ばれます。これに対し現実に成立した政治権力を認め、信徒共同体の統一を守ろうとした人々はスンナ派と呼ばれるようになりました。ウマイヤ朝は征服活動を続け、中央アジアや西北インドにまで支配領域を拡大しました。また北アフリカを征服し、711年にはイベリア半島に進出して西ゴート王国を滅ぼし、さらに北方へと攻め入りますが、トゥール・ポワティエ間の戦いで敗れて北上を阻まれ、ピレネー山脈まで押し戻されました。ウマイヤ朝の時代には非アラブ人でイスラム教に改宗する者も増えましたが、税などでアラブ人と同じ待遇を受けなかったので大きな問題となりました。またウマイヤ朝の正当性を否定するシーア派の運動も次第に活発になります。
こうした中、ムハンマドの叔父の子孫であるアッバース家がウマイヤ朝打倒運動を起こして政権を奪い、750年アッバース朝を開きます。第2代カリフのマンスールは肥沃なイラク平原の中心であるバグダードに円形の首都を造営し、帝国の基礎を固めました。ウマイヤ朝は661年ムアービアによって創始されました。第5代カリフのアブド・アル・マリクの治世にはアラビア語の公用語化やアラブ貨幣の発行が行われ、続くワリード1世の治世には711年にイベリア半島の西ゴート王国を滅亡させるなど、ウマイヤ朝の勢力は拡大し、その最盛期を迎えます。首都ダマスクスにウマイヤモスクが建造されたのもこの時期のことでした。やがて非アラブ人や地方のアラブ人などの不満が高まると、それを背景としたウマイヤ朝打倒の運動がアッバース家によって組織化され、750年ウマイヤ朝は滅亡してしまいました。アッバース朝初代カリフの兄で754年にその後を継いだマンスールは首都バグダードを建設します。バグダードは国際的な交易都市としても繁栄していきます。また第5代カリフのハールーン・アル・ラシードや第7代のアル・マームーンらの奨励によってギリシャ文献の収集・翻訳が進展するなど、学問が大いに発展していきました。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。